悪い、待たせたな。いいえ、私も今さっき来たところですから。おお、おめえの連れか。なかなか隅に置けねえな。そんなんじゃないって、うちの社員だよ、社員。社員？おめえホームレスもどきじゃなかったか？社長にでもなったのか？説明すると長くなるからまた今度話すよ。それより今日は祝杯をあげてんだ。景気のいいものを頼むよ。ふん、はいよ。それじゃあひとまず100位以内ランクインを祝して乾杯。乾杯。へえ、おいしい。しかしいろいろとサポートしてくれてありがとな。俺なんかがなんとか社長やれてるのもエリちゃんのサポートのおかげだぜ。何言ってるんですか。感謝するのはこっちですよ。もともと私がボンクラだったことが全ての原因なんですから。春日さんは私と違って判断力も決断力もあるし、何より変な連中にもあまり騙されません。春日さんに来てもらって本当に良かったです。そういえば言ってたよな、悪い奴に騙されて事業を奪われたって。どんな奴なんだよそれ。実は横浜のすごく大きな企業の社長なんです。え、そんな奴に騙されたのか。はい、社会的地位もある方ですから私も信用しきってしまって。そもそも私も会社を継いで間もなくて右も左もわからなくて、誰かを頼りたいと思っていた時期だったんですね。そんな時に大企業の社長に甘い声をかけてもらえたので、ほいほい信用してしまって。結果身ぐるみ剥がされたと。はい。未だに思い出すと自分が情けない。まあでもそれじゃあ仕方ないと思うぜ。俺も同じ状況に置かれたら信じちまうかもしれねえし。そうですかね。ああ、それによ、忘れちゃいけねえのは、悪いのは騙される側じゃねえ、騙す側だってことだ。反省するところはあるかもしれねえけど、あんまり自分を責めない方がいいぜ。春日さん、ありがとうございます。そうですね、過ぎたことをいつまでも引きずっても仕方ないし。なあ、大企業だかなんだか知らねえけど、そんなクソ社長は許しちゃおけねえ。俺たちが這い上がって成り上がってよ、そんな会社追い抜いちまおうぜ。そうですね、いっそ買収しちゃうくらいになりたいもんですね。奪われた事業も全部取り返して大企業ホールディングスにするんです。いいじゃねえかその意気だ。俺たちならできるさ。だから明るく楽しく行こうぜな。はい。笑顔が戻ってくれてよかったぜ。実はなんだか悩んでるような顔してたから気になってたんだよ。あ、気づいてました、すいません。何か悩みでもあるのか。俺でよければ相談に乗るぜ。いえ、悩みというわけではないんですが、父のことを思い出してしまって。親父さんのことを。はい、その父が春日さんにとても似ていたので、喜ぶ春日さんを見て父を重ねてしまって、それでなんだか一瞬
感慨深い気持ちになってしまったんです。だから悩みとかじゃないですよ。心配かけてすみません。なあ、うん、っていうかエリちゃんの親父さん俺に似てるって、もしかして俺みたいに。僕みたいに美しく繊細な顔をしていたのかい？か、春日さん、そんなキャラだったんですか？ふん、そうさ。いや、冗談だ、すまん。変な人ですね。顔形が似てるわけではないんですが、雰囲気とかがすごく似てるんですよ。明るくて豪快で愛嬌があって、周りを自然と笑顔にさせられるとことか。だから春日さんと一緒にいると、父と一緒だった頃に戻ったみたいに思えて、すごく居心地がいいというか。そっか。もし親父さんがまだ生きてたら、いいダチになれたかもしれねえな。そうかもしれませんね。よし、なら、そんな素敵な親父さんのためにも、一層気合い入れて、一番成果を守っていかねえとな。エリちゃんの親父さん代わりになれるとは、到底思えねえけど。俺、頑張るからよ。エリちゃんも、いろいろこれからも支えてくれよな。俺一人じゃ、何もできねえんだからよ。はい、もちろんです。よろしくお願いします。でも春日さん、他にもやることあるのに本当に大丈夫ですか？え？まあちょっと大変かもしれねえけど、仲間もいるし、なんとかなるだろう。仲間？なあ、一人じゃ無理だけどよ、俺には信頼できる仲間がいるんだ。だからきっとなんとかなる、そんな気がしてんだ。何無責任なこと言ってんだって怒られるかもしれねえけどな。そうか、仲間か。ん？どうした？春日さん、一つお願いしていいですか？おう、なんだい？私を春日さんの仲間に入れてもらえませんか？え？だって春日さんは私のためにここまでしてくれてるのに、私は経営のサポートをするだけってフェアじゃないですよね。それに春日さんを日常的にサポートして負担を減らせれば、春日さんはより一層経営にも力を入れられると思うんです。それは会社の発展にもつながるし、やらない理由がないと思いませんか？でもよ、俺の仲間になるって結構多分、いや絶対大変だぜ。危険もかなり、いや相当伴うし。覚悟の上です。なるべく皆さんの邪魔にならないようにしますから。もちろんエリちゃんが参加してくれるのは嬉しいけどよ。お願いします。私、借りっぱなしって嫌いなんです。もし春日さんがノーと言っても、意地でもついていくつもりですから。仕方ねえな。分かったよ、何があっても責任取らねえからな。上等です。それじゃあ、新しい仲間ができた記念に、ようこそ俺らのパーティーへ。乾杯。で、というわけで、今日からうちのパーティーに加わるエリちゃんだ。
鎌田キエリです。よろしくお願いします。本当にいいの？うちらに絡むと人生ろくなことにならないわよ。そうそう、危険な目に遭うことも多いし、酒癖の悪い連中も多いしな。それはあなたでしょ。大丈夫です。私、春日さんや皆さんにすごい助けてもらいましたから、恩返しがしたいんです。覚悟はできてます。そうかい。覚悟ができてんなら断る理由はねえ。改めてよろしくな。よろしくね、エリちゃん。はい、よろしくお願いします。